東京都立大学は東京都八王子市南大沢一の一に本部を置く日本の公立大学である。2005年に設置された大学の略称は都立大トム。2005年に首都大学東京として設立されたが2020年4月から現在の東京都立大学に改称した。首都大学東京は 東京都の設置した公立大学法人による新設校として設置されており、その前身諸校の一つである2011年まで存在した旧東京都立大学から設備や、人員の多くを引き継いではいるが、組織としては直接的な連続性はなく、あくまで別の大学である。多摩ニュータウンと一体で計画された南大沢キャンパス首都大学東京時代の学校名標。 都立4大学改革の議論の結果、東京都の設置する4つの大学及び短期大学を母体に、首都大学東京が新設された。既存の3大学、1短期大学は、公立大学法人首都大学東京の設置する大学として併存された後、在学生がいなくなった時点で、それぞれ閉学し、首都大学東京へ吸収された。前身の一つである9、 東京都立大学は、旧政府立高等学校の流れを組む。2020年4月、大学名称からの認知度の低さへの対応を求める、声が多かったことや小池由里子東京都知事の意向により、首都大学東京は、東京都立大学に、大学名称を変更した。前身校の一つである、東京都立大学と同じ校名となることもあり、都立大学、 復活という文脈での取り上げ方も見られたが、本件に関する関係者説明会において、大学側は復活とか元に戻ることを考えたことはないとしており、かつての東京都立大学に単に回帰するという見方は否定している。なお、英語の大学名称は旧東京都立大学の時代と変わりがなくて、東京メトロポリタンユニバーシティとなっており、略称はトムである。 石原慎太郎東京都知事の掲げた全く新しい大学を作るという公約のもと、東京都大学管理本部が2003年に発表した都立の新しい大学の構想についてという新大学構想に基づき設立された。母体となった大学は東京都立大学、東京都立科学技術大学、東京都立保健科学大学、東京都立短期大学である。 以前の大学名である、首都大学東京は、日本で唯一、大学の後が、末尾につかない大学であった。学長、大橋高谷理事長、山本良一以下のメインキャンパスとサテライトキャンパス、学外施設で教育、研究を行っている。また、全国の大学として唯一、小笠原に研究施設を持つ。学部6852人、大学院2264人。 先行科10人。教員651人、職員507人首都大学東京時代のコミュニケーションマークとスクールカラーをそのまま新たなシンボルマークとシンボルカラーとして使用している。首都大学東京時代のシンボル、松木日向緑地は南大沢キャンパスの敷地内にある丘陵地帯の斜面に東西へ伸びた緑地帯。 雑木林の姿のまま残した公園のような趣きが学生のみならず付近の住民にも親しまれている。かつては人々の生活に密着した新丹林として多摩ニュータウンの開発以降は緑地保全の対象地の一つとして残されてきた。10ヘクタールという比較的小さな緑地の中では多くの動物や植物を見ることもできる。西側には池があり、 大学の研究用であるとのことだが、小さな橋や、ベンチなどが設けられており、公園としても利用されている。東側には小規模ながら梅林があり、早春に咲く白梅と勾梅の色と香りが訪れる、人々の目を楽しませてくれる。東京都立大学ボランティアセンターでは、地域ボランティアプログラム、松木日向緑地プログラムとして、都立大、松木日向緑地をフィールドとして、 他世代による里山保全と利活用を通して豊かなコミュニティを形成する。ことをテーマに、里山の保全、他世代交流の活動を行っている。二号館、旧科学技術交流旨、大学広場インフォメーションギャラリー松小日向緑地2018年度に、改祖が行われた。主な変更内容は、下記の通り。2019年度までの学士入学生は、 従前の学部学科に所属する。副専攻すべての学部学生が選択することができ、主専攻に加えて履修することが可能。グローバル人材育成入試に合格した学生が履修することができる副専攻。専攻科2017年度入学生までの学部学科構成都市教養学部都市教養学科都市。 環境学部都市環境学科システムデザイン学部、システムデザイン学科健康福祉学部前述のように、2018年に学部と合わせて改祖が行われ、新たな学部構成に対応する、要大学院も再編を行うとともに、分野横断プログラムが導入された。以下、特記していない専攻は、博士前期課程、博士後期課程である。 分野横断プログラム所属研究科の主専攻科目に、加え、他専攻、学域で開設されている所定の科目と、分野横断プログラム専門科目を履修し、単位取得することで認定される。各プログラムが指定する、専攻、学域に所属する博士全期課程の学生を、対象としており、希望者は、毎年4月、または10月に履修申請する。他分野の科目履修と、 他分野の研究室で短期間の間、実験やゼミなどの活動を行う、研究室インターンシップを通じて、他分野の研究及びその方法を学ぶことができる。それにより研究に対する視野の広がりと応用力を身につけることが期待されている。2021年度の解説プログラム、2017年度、入学生までの大学院構成以下、特記していない専攻は、 博士前期課程、博士後期課程である。人文科学研究科社会科学、研究科理工学研究科都市環境科学、研究科都市環境科学専攻システムデザイン、研究科システムデザイン専攻人間健康科学、研究科人間健康科学専攻以下の、研究センターを有する21世紀、COE プログラム21世紀、 COE プログラムとして一件のプロジェクトが採択された。学部一、2年次を対象とし、実習現場での体験を通し、問題意識と課題解決能力を高めることを目的とする取り組み。東京都庁の各部局や博物館、美術館などの外郭団体、都内自治体、民間企業など約350カ所の実習先を用意し、 体験学習を実施している。入学式は毎年春に千代田区の東京国際フォーラムで行われる。体育会、文化部連合、サークル連合の各上部団体のもと部、サークル活動が行われている。また、上部団体に加盟しない団体の活動もある。原則として、体育会所属の団体はサークル旨に部室がある。また、文化部連合、 サークル連合所属の団体と各委員会は学生ホールに部室がある。宮古祭りと称する大学祭が南大沢キャンパスで、風祭と称する大学祭が日野キャンパスで、青葉と祭りと称する大学祭が荒川キャンパスでそれぞれ模様される。なお、宮古祭以外は4大学統合以前からの名称を引き継いでいる。また、 2005年度から大学祭の日程が以前の4日間から3日間に短縮された。また、2006年度は日のキャンパス、風祭は開催されず、学内イベントとして寄付祭りが開催された。宮古祭りではカラオケ大会、花火、著名人による講演会、ライブパフォーマンスや展示、模擬展などの企画が運営団体、大学祭実行委員会により模様される。 大学の同窓会は、東京都立大学同窓会と称する。首都大学東京の開校に合わせ、東京都立大学同窓会、東京都立科学技術大学同窓会、東京都立保健科学大学同窓会が統合し、首都大学東京同窓会として発足。2020年4月の大学会場に伴い、同窓会も、東京都立大学同窓会と解消した。 大学の休日を除き、日野キャンパス、南大沢キャンパスを結ぶ学内バスが走っている。また、2021年3月25日、総務省関東総合通信局により、東京都公立大学法人へ、ローカル 5G の無線局免許が付与された。これにより、南大沢キャンパスと日野キャンパスには、国内最大規模となる、計1 8局の基地局が整備された。 無線局の内訳は、南大沢キャンパスに 4.7GHz 帯が9局と 28GHz 帯が4局、日野キャンパスに 4.7GHz 帯が4局と 28GHz 帯が1局である。通信方式は 4.7GHz がスタンドアローン、28GHz 帯がノンスタンドアローンとなっている。日本設計による設計で、1991年3月に、 旧都立大のキャンパスとして竣工多摩ニュータウン西部の地区センターとして整備された南大沢において中心的な存在であり、周囲との一体的な計画のもとに設計されている。具体的には、尾根筋に歩行者モールを設け、これを骨格として施設を廃する計画となっている。文系、交流、理系、スポーツ系の各ゾーンに分かれ、 各々のゾーンごとに中心となる広場が設けられている。また、主要な建物は、勾配屋根とし、洋書に塔を配することによって、変化に富んだ景観を作っている。キャンパス内の校舎群の外壁は、松木日向緑地から出土した縄文土器にちなんで、古代縄文をイメージし、屋根は赤瓦で霧妻となっている。ランドマークとしての光の塔は、 南大沢駅方面からの景観を東京都立大学を代表とする景観と位置づけられており、キャンパス全体が緑の大き武蔵野の森の中に見え隠れする空間形成となっている。前述のようにキャンパス内の建物は周囲との調和が考慮されており、特に近隣の住区であるベルコリーヌ南大沢と景観調整が図られている。ベルコリーヌ南大沢は、 内ちい像をマスターアーキテクトとしてデザインコントロールされており、南大沢としてまとまりのある円形を創出するためにシンボリックなつながりを持たせたランドマークを取り次ベルコリーヌ南大沢のそれぞれに設定した八王子八十八景の一つである。牧野標本家日本の植物分類学の基礎を築いた牧野富太郎の没後。 遺族から寄贈された未整理標本約40万点を整理し、教育、研究のための学術資料として活用することを目的として、1958年に旧都立大学の一施設として設立された植物標本館である。植物標本の所蔵点数は、日本国内の大学付属標本館で4番目のレベルにあり、国際略語を Mac として認知された主要な 標本館の一つ。現在では、ほとんどの標本が整理され、重複標本を除いた16万点が標本館に収蔵されている。牧野標本は、所蔵点数の約1、3を占め、その中には牧野が新聞類群として発表したタイプ標本約800点が含まれる。これらは、日本の植物を研究していく上での重要な資料となっている。 オリジナルの薪の標本は多くの重複標本を含んでいたが、これは海外の著名な植物標本庫との間での交換標本として活用され、薪の標本館が多くの外国産標本を得るのに寄与した。協立薬科大学から寄贈された桜井被災地のコケ類標本約2万点、東道太郎寄贈の総類標本約1万点。 ロシアのコマロフ植物研究所標本館から交換標本として贈られたシーボルトコレクションなども所蔵。面積使用学部使用研究科使用付属施設、交通アクセスシステムデザイン学部の主に3.4年時生が学ぶキャンパス。最新の研究設備が揃っている。面積に合換使用学部、使用研究科使用付属施設交通アクセス健康。 福祉学部の2から4年時世が学ぶキャンパス。小規模ながら臨床現場と同じ医療機器など実践的な施設、設備が揃っている。面積荒川キャンパス使用学部、使用研究科使用付属施設、交通アクセス面積使用学部、使用研究科使用付属施設交通アクセス2016年から教養開始。日本の金融の中心である。 東京都千代田区の丸の内営楽ビルディング18階に所在。同ビルには三井住友、新宅銀行株式会社本店などがある。JR 東京駅及び地下鉄大手町駅に直結しており、社会人学生が通学しやすいキャンパスとなっている。大学院経営学研究科、社会科学研究科経営学専攻が使用する。同キャンパスは、 東京を世界的な金融拠点に育てる国際金融センター構想の一環として設置された。社会科学研究家経営学専攻、MBA プログラム、MF プログラムを合わせて約80人の学生が利用しており、その大半が社会人学生である。面積使用学部使用研究科使用付属施設、交通アクセス面積飯田橋キャンパスが入居する。 東京区政会館使用学部、交通アクセス面積使用学部、交通アクセストリ大の特色ある研究の一つである小笠原研究の拠点として、教員や大学院生、卒研生を中心に、学内外の多くの研究者に利用され、小笠原の自然、環境、社会、文化などに関する広範な研究が展開されている。実験室、標本作成室、 資料室等を備える。面積長野県の南東部、標高1000メートル以上にある、富士見高原にログハウスに1階建ての学外施設。教育、研究等の諸活動に資するとともに、学外活動を通じて豊かな人間形成を図ることを目的としている。面積南大沢キャンパス敷地内に学生寮があり、その建物を2分する形で寄宿舎と桜塗料が、 それぞれ設けられている。もともと旧東京都立大学時代に存在していた寄宿舎施設に首都大学東京への改組に際して人間形成を目的として寄宿舎施設の一部を使用する形で学生寮が新設された。その関係上、寄宿舎は学生サポートセンター、桜塗料は学生課が管理している。寄宿舎は一般的な大学の寮としての役割。 性質を持ち、保護者の所得や通学距離が入社条件である。一方、入寮に再試試験を課す桜都寮では、週1回のセミナーやボランティアを、寮生の自習運営で行っている。他にも都内や歴史的な史跡を見学する研修旅行が年に2回行われるなど、教育機関としての性質も持ち合わせている。桜都とは、第3期、第4期材料制によって、 寮に親しみを込められるよう寮名称を募り、投票により名称が考案された。名称の由来は、毎年春に咲く寮庭の桜が大変立派であることにちなむ。現在学生課に学生寮の正式名称として扱ってもらえるよう交渉中である。2007年12月から寄宿舎、寮内でインターネットが利用可能になった。門言。 気象時間といった規則はなく、大学の立地条件もあってか、入寮希望者も毎年部屋数に対して大きく上回っている。入寮化の大期間は2年。入浴場、調理施設は全寮制共用、トイレはコミュニティ内共用となっている。国際学術交流協定全学部局間ありがとうございます。